はい、皆さんこんにちは、コミット TV 焼きでございます。本日はまたまたコミット銀座に新しいメンバーが加わりましたので、ご紹介させていただきたいと思います。新しいメンバーとは今撮影してくれてる浦壁くんでございます。どうも浦壁です。よろしくお願いいたします。新しくですね、YouTube のメンバーとしてね、編集、また撮影、それからね、コミット銀座の、SNS 関係の発信とかを、中心にね、やっていくメンバーとして、浦壁くんを新しいメンバーに加えております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、満を持して登場させていただきました。何が満を持してだよ。今回はですね、この浦壁くんの紹介とこの入社にあたり時計を1本買いたいということで、皆様ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速浦壁くんのご紹介していきたいと思うんですけど、ちょっとね、僕からね少し、この入社していただくねこの経緯をねご紹介したいんですけれども、実はですね、我々同じ高校サッカー部でございます。あ、そうなんです、同級生なんですね。そうなんですよ、なんだかんだ15年ぐらい、ね、知り合ってからもうそのぐらい経ちますね。まさか一緒に働くとは。多分ね、これを見た同じね、サッカー部のみんな驚いてると思います。なんでお前いるんだよっていうね。そう、まだ誰にも同級生誰にもこのこと伝えてなくて誰も知らないですね。まあそんなねこともありつつ、まあ実はねコミット TV を始めて1日ね1本やり始めたのが2019年の9月あたりだったんですけれども、まあその時ね、1日1本をスタートするにあたって誰に編集をお願いしようかなっていうところで彼にね、実はやっていただいてたんですよ。でもう毎日毎日ね。なぜかわからないですけど、僕がその動画編集の仕事を始めたっていうのを、どこからか嗅ぎつけたのかわからないですけど、お声がかかって、そう、毎日投稿を一緒にやってきたっていう。このコミット TV が今あるのも、もうね、浦壁くんのおかげと言っても過言じゃないです、ね、自分で言うのよ。過言じゃないです。いやでも本当にそうなんですよ。もうひたすら毎日やってくれましたんで、もう家からね出られないぐらいずっとやってくれましたからね。いやそうなんですよ、本当に毎日投稿でもう毎日1本あげないといけなかったんで家から出られずに。いや本当にね、お世話になっております。あれだ、そう、八木ちゃんと二人三脚で本当最初の方はやってたんですけど、最初やってましたね。あってこの2年越しにね、まさかね、コミットに、ね、入社してくれるとは思いもよらなかったですよ。僕も思いもよらなかったですけど、気がついたらね、気がついたらね、こう横に回してたら。まあ必然だったのかもしれませんね、はい、本当に。まあそんな感じでね、もともといろいろねこの動画編集とかね、クリエイター業務ねやられてたので、まあコミットとしてもね、いよいよこの YouTube だけじゃなくて、やっぱりこういろんな SNS だったりとか、配信でどんどん強化してやっていきたいという中でね、もうぜひともということでね、入社していただいたという経緯でございますね。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。多分ね、動画にはそんなに出演することはないので、裏方業務が主になると思うんですけど、ちょいちょい出てくるのでその際はお願いします。今後ね、このカメラマンとこう出演者のこうなんか掛け合いみたいなのもね、どんどんやっていきながらね、進行していきたいかなと、思っておりますね。どんどん多分やれることも増えますし、今後ねもっと皆様にね魅力的なコンテンツとして発信できるようにね、加わっていただきましたので、パワーアップしてね、皆様に、配信していきたいかなと思います。3月1日にね、入社してくれて、まだ1ヶ月ぐらいなんですけれども、ずっと編集してたのもあったし、入社してくれたっていうのもあって、ちょっと時計ね、そうなんですよ、なんか買いたいみたいな。今実はいい時計してるんですけど、いい時計何してるちょっと見して実はね、このアップルウォッチっていうね、このね、なんだアップルウォッチなんだ、素晴らしい時計を持っているんですけれども、時計屋さんに入社してますから、何かいい時計を買おうと思いつつ、約1ヶ月経って、いよいよってことで、ね、動画にしちゃおうっていう。そうですね。実はね、浦壁くん、今月誕生日ということで、そうなんです。おめでとうございます。
3月1日が誕生日で入社日だったんですよ。すごいよね、誕生日と入社日一緒ってなかなかないよね。本当はそこで買いたかったんですけど、まあすぐにはね、ちょっとね、やっぱ決められないっていうのももちろんやっぱありましたので、うん、入社した月、そして誕生月にね、まあ、買いたいということで、うん、まあ、これちょっと撮影しているのがね、もう本当に3月末なんですけれども、まあ、このタイミングでね、1本選びたいということで、はい、今日は裏壁時計を買うっていうシリーズとしてね、やらせていただきたいかなと思います。買わせていただきます。え、まだでもちょっと悩んでるんでしょ、いろいろ。そうなんですよ、まだ悩んでて、うん、まあ、一応動画撮るにあたって3本にね、絞らせていただきました。まあいろいろね、はい、安倍さんとか金子さんとかね、まあ、僕も含めてですけど、いろいろね相談しながら ねどれにしようっていうところで、まあ、予算ももちろんありますので、はい、そうですね、そのあたりを加味してね、ちょっと3本考えてきました。はい、ちなみに選んだ統一性、まあなんか基準になった、こうね、3本選んだ基準になったことなんかある？まず第一に、まあ予算感としては100万円前後、100万円前後ですね。まあそれでもね、すごい、かなりですね。もうアップルウォッチは5万円ぐらいなんで、まあ単純に20倍なんでね。ちゃんとね、入ったからにはっていう意気込みはやっぱすごいと思うし、まあそういう意味で、ね、はい、そこの予算感を含めてね、どういうのがいいかっていうところで、うん、1本ずつね、その候補をね、まあ、僕の方から少しご紹介しつつ、浦壁くんがね、なぜ選んだかっていうところのね、うん、意図も含めて、はい、ちょっとご紹介したいと思います。はい、それではね、早速1本目ご紹介したいと思います。1本目はじゃん、サブマリーナリファレンス5513、R 版のサブマリーナになりますね。選んだ理由というか、候補になった理由をね、一つ教えていただきたいんですけれども、まあ、まあシンプルに見た目がかっこいいっていうのと、うんうん、なんかよく人がつけてるの見るデザインなんですよね。まあまあそうだよね、サブマリーナだから、ね、そうよく見るんで、まあ慣れてるのか、やっぱかっこいいですよね、シンプルに。まあ、やっぱそこの見た目大事だよね、うん、最初よくわからないしね。見た目は大事ですね。こちら R 版ということで、まあ、1988年ぐらいなんですけど、まあ、我々世代、まあ、88年から89年世代、まあ、昭和63年から平成元年のところで、生まれ年にもね近い、品番なんですよね。決して生まれ年ではないけれども生まれ年に近い。まああと生まれ年と同年代の世代だからね。なかったんですよ。ちょうど今店頭になかったんですね。なかったね。ほぼ生まれ年。ほぼ生まれ年なんで、まあ生まれ年でいいでしょう。これ第一候補ですね。これ第一候補だね、はい、サブマリーナね、はい、価格が税込みで1,390,000円でございますね。ちょっと予算オーバーなんですよね。これ予算一番重視でちょっと選んでるんで、かっこよかったんで、うん、まあ、今回ちょっと候補に入れました。なるほど、ね、はい、続いてじゃん、2本目、エクスプローラー1リファレンス14270、これはどうでしょうか。みんながおすすめしてくれたっていうのありますね、うんうん、初めての1本で、まあ、入門機って言われてるみたいなので、うん、そうですね、そういうのも加味した上で、うん、これもやっぱりいいかなと。エクスプローラー1はね、やっぱり初めて高級時計買われる方はね、うん、まあ1本目に行く確率高いですし、うん、なんせ汎用性が高い、オンオフ問わず使える、デザイン的には、うん、まあ、かなりシンプルだなっていう印象なんですけど、あとエクスプローラーって、まあ、冒険のためのちょっと触りますけど、僕結構その登山とかそういうアドベンチャー系が好きなので、そういった面でもなんか合ってるかなと。確かにね、うん、その生き方には合ってるよね、浦上君。本当にね、まあ、無茶するというか、かなりね、うんうん、アドベンチャーな人生、そうなんです送ってますんでね。この話しだすと動画1本分かかっちゃうんで今回も時計買うなんでね。そうだね、もしちょっと僕の自己紹介の動画見たい方いたら、コメントいただければと思います。ぜひね、はい、お待ちしてます。はい、エクスプローラー1価格に関しては税込みで110万円でございます。110万円、はい、まあ、ちょっとオーバーですけど、今日範囲ですよね、うん、全然許容範囲、はいはい、こちらね、 T 版でね、オールトリチウムでございます。トリチウム夜行ですね。トリチウム夜行ね、噂のトリチウム夜行、知らないだろ、あんまりトリチウム、あんまりちょっとまだね、時計の知識が乏しいんですけど、まあ、トリチウム夜行がいいっていうのは分かってます。まあ編集やってくれてるからね、うん、そうなんです。結構よくトリチウム、オールトリチウムよく出てくるからね。オールトリチウムはいいです。いい。はい、そして3本目です。3本目はこちら、オメガシーマスター300007のモデルでございますね。
これかっこよくないですか？だいぶなんか違うね、今の2つと勢いが、うんうん、これかっこいいね。実はデザイン的に言うと、うん、3本の中でこれ一番好きです、うん、なるほどね。これ一番好き。これね、NATO ベルトの仕様でね、うん、007も好きだっつってたよね。まあ、007が好きというか好きじゃねえ、まあ、ダニエル・クレイグが好きなんですよね。おダニエル・クレイグがしてたやつなんで、してたそれもあってこれは好きですね。結構まあ人気ですからね、007のシリーズってやっぱりすぐ売れますし、まあ、映画からの、まあ、いいイメージも含めてね、うん、つけられてる方いるので、まあ、オメガもねやっぱり、人気のブランドではございますので、まあ、このあたりもかなり堅牢性もあるし、まあ、浦壁くんにも向いてるアイテムなのかなと思いますね。ロレックスの2本はステンレスのブレスなんですけど、まあ、これだけね、NATO ベルトっていうなんか、うんうん、ちょっとおしゃれだ ね、うん、なんかね、ちょっとおしゃれですね、うん、僕自身はおしゃれではないんですけどこの時計はおしゃれなんで、まあ、ちょっとおしゃれになれるかなっていう部分もあって、これは本当にかっこいいですね。これつけてたらちょっとおしゃれになるんじゃないかってね、うんうん、なれる、はい、こちらのオメガの価格に関しては税込みで107万8000円でございます。あれも予算にぴったりです、ね、そうですね、はい、100万円前後ですね、はい。で今3つ候補を紹介したんですけど、うん、この予算を考えなかったら欲しいモデルっていうのが1個あって、はい、それはもうね本当に一目惚れ、お超かっこいいと思う。じゃあそれ買っとるんじゃん。それちょっとね予算的にね難しかった。無理それがヨットマスターの、うん、まあ、エバーローズゴールドとステンレススチールのコンビモデルです、うん、あリファレンスでいくと多分126622かな、うん、文字盤はブラウン、ブラウンですね。ブラウンだね。チョコレート。チョコレート。チョコレートね。はいはい。これはめちゃめちゃかっこよかった。じゃあそれでいいじゃん。いくらでしたっけ？ね、まあ200万円、まあ、前半から半ばぐらい。これはちょっとね、やっぱり最初の一本としてはやっぱ200超えるのはちょっと厳しいですよね。ちょっと今回諦めましたそれは。あ、なるほどね。まあじゃあ次ね。次は本当それがいいですね。次それがいい。うん、なるほどね。はい、この3つから選びたいと思います。どうなのじゃあ。はい、はい、ということでね、もうなんだかんだかなり悩みます。まあ悩むよね、そりゃ悩ました。悩んだよね。まあ一通り、うん、まあ試着させていただいて、まあ決めましたよ発表しちゃう。ちょっと俺もまだ聞いてないしね、ちょっとどれするのかちょっと楽しみだよ。まず2つに絞りますか。あ、まず2つに絞ろうか。脱落はですね、はい、オメガです。オメガ一番かっこいいって言ってたじゃん。一番かっこいいって言ってたんですけど時計って言ったらロレックスのイメージがあるんで、高級腕時計って言ってた。なるほどね。サブマリーナかエクスプローラー。エクスプローラー来た。もう行きますよ。行きます。私が選んだ、はい、高級腕時計はこちらですね。エクスプローラー1。おお、エクスプローラー1。はい、これはなぜエクスプローラー1に決めたんですか？ヤギちゃんも言ってた通り、うん、まあ、何にでも合う、汎用性が高いっていうところ、うん、とあと背景ですね、うん、やっぱりその冒険家のためっていうところで、うん、そうだね、そこが結構僕と紐づいたっていうか、うん、確かにそれはあると思う、うん、そこが強いかもしれないですね。確かに選んだ理由としてはこういう背景でね選ぶ方やっぱ多いんですけど、やっぱそれはね浦壁言う通り、うん、あの合ってると思う。これつけてなんかまたいろんな冒険してほしいもん。まあちょっと100万円を手につけてちょっと冒険はしたくないんですけど確かにあの生き方とかそういうのはね、あの投影されてる感じがする。サブマリーナはどうしてダメだったの？まあちょっとエクオンが良かった。やっぱ予算140万近かったんです、サブマリーナ。なるほどね、リアルなところ。そう、リアルなところ一番みんなが気にする予算感ですねなるほどね。ほんといい時計だと思いますよ、うん、エクスプローラー1は。なちょっとベタなところに落ち着いてちょっと申し訳ないところがあるんですけどでもやっぱエクスプローラー1いいです ね、まあ、ね、やっぱなんだかんだみんなが選ぶっていうことはそういうことなんですよ、うん、資産価値としても安定してるし、でそういう背景も素晴らしいということでね、うん、いやドキドキですよこれ人生で多分一番高い買い物だと思いますね、まあ、そこだよね、100万円だもんね、うん、まあヤギちゃんはもっと高い。やめとけやめとけよ持ってきました来ちゃいましたね。銀行から下ろしてしっかり、はい、じゃあ確認。じゃあ110万お願いします、はい、うわ来たよ束が。こんな大金帯でなってるの初めて見ました、ね、あんま見ないよね。あんま見ないですね。確かにね。
じゃあちょっと帯から感じするよ、ちゃんと。110万円ですね。じゃあ110万円、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれはもう僕のもの、ね、そう腕にねつけて、ぜひその110万円買った感想を、そうですね、お願いします。じゃあこのアップルウォッチを外して、はい、卒業、アップルウォッチ卒業。アップルウォッチ卒業ですね。ついについにね、おおお、お金の重みをね、5万円から10、100万円に、まあ、変わったわけですから、はい、重みを感じますね。ちょっとこれつけて、より頑張ってもらえないとね。ちょっと今後はこれをつけて、うん、仕事を、ね、励みたいと思います。素晴らしい決断だったと思います。はい、本当にね、入社してくれてね、コミット TV、またコミットのね、SNS 関係ね、パワーアップしていくと思いますので、まあ、今後もね、YouTube ライブとかでも、ちょこちょこね、横から声出してきたりとかしてるし、うん、すると思うんですけれども、皆様ぜひね、温かい目で見守っていただいて、ちょくちょく一緒に、この僕とね、盛り上げていけるように。したいと思いますのでね、皆様ぜひ浦上くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。